チャールズ・ギブソンチャールズ・ギブソンはアメリカ合衆国出身のジャーナリスト ABC の看板番組ワールドニュースウィズ、チャールズ・ギブソンのアンカーを務めていた2009年12月18日をもって退職により同番組から降板した1987年より ABC のグッドモーニングアメリカで共同アンカーを通算19年間務めた2006年からは ABC の看板番組、ワールドニュースウィズ、チャールズ・ギブソンのアンカーを務め、2009年12月18日をもって退職により、同番組から降板した。イリノイ州、エヴァンストーン生まれ、12歳の時にワシントン DC に移り、有名私立校、シドベル・フレンズ・スクールに進んだ。プリンストン大学を在学中、大学ラジオ局のディレクターをしていた。当初は、 法律選考を予定していたが、大学時代の成績が最高水準の法科大学院に入るには足りなかったため、1966年にラジオ局 RKO ラジオネットワークにプロデューサーとして入社。その後、米国沿岸警備隊ワルバ・イクスマル TV などを経て ABC に転職。妻アーレンは元教師であり、中学校の校長などを務めていた。 ジェシカとキャサリンという二人の娘がいる。2006年3月14日、ジェシカが出産し初孫を持った。ありがとうございます。